優勝おめでとうございます。共同通信の篠と申します。代表質問させていただきます。まずは優勝を勝ち取った今のお気持ち伺えますか。そうですね、最低限優勝することを目標にこの大会に臨んできたので、まあ、結果内容はどうあれ、まあ、優勝という形で終われてよかったと思います。決勝戦も第1ピリオドしっかり得点重ねるところを重ねて、まあ、隙のない戦いだったと思うんですけど、ご自身ではいかがですか、内容。そうですね、内容的にはまだまだ反省するところがいっぱいあって、課題がたくさんあるので、それを今後の練習で解消していけるようにしたいです。今一番その課題と考えている部分はどのあたりでしょうか。そうですね、攻撃力の部分で、やっぱりどんな相手がこう来たとしても、自分の技をしっかり貫けるように練習したいです。また今大会出た手応えとかはどのあたりにありますか。そうですね、このままではまだ世界で勝つことができないと思うので、もっともっとレベルアップしていけるように頑張りたいです。私から最後になりますが、今後、6月の選抜、まあ、またパリ五輪見据えて階級含めてプランを教えていただけますか。そうですね、次の選抜も、自分としては61に出て世界で優勝するということを一番の目標にして取り組んでいきたいと思います。分かりました。代表質問以上になります。他にご質問ある方いらっしゃいますか。ありがとうございました。なければこれで終了いたします。岡田選手ありがとうございました。